こんにちは。幸せ家族養成コンサルタントの日向洋一です。それでは、メールセミナーを始めていきたいと思います。まず今回は、愛の言語は5つあるということでお話をします。私たちが愛情を表現で愛を感じる方法は5つあると言われています。そしてそれら一つ一つが異なる言語のようなものだと言われています。例えば今、私は日本語でお話をしています。これがもし私が中国語で話をしたとしたら、皆さんには伝わらないわけですよね。ほとんどの皆さんには。そのように愛情表現も5種類の違う言語があって、その人に伝わる言語というのがあるということなんですね。それを愛の第一言語と言っています。つまり私たちには日本語が母国語であるように、私たち一人一人には母国語とする愛の第一言語、愛の言語があるということなんですね。で、私たちは基本的に自分がやってもらって嬉しいことを相手にもする、そのような傾向があります。つまり私たちの言語で愛情を伝えようとするわけなんですね。で、私たちの奥さんや旦那さんが私たちと同じ愛の第一言語を持っていれば、それはもう全然問題なくて、ちゃんと伝わるわけなんですが、相手の第一言語と愛の第一言語と、私の、あなたの愛の第一言語が違う場合、そこで問題が生じてきます。自分は一生懸命やってあげてる。自分は一生懸命、相手を大切にしているのに、相手にはそれが、全く伝わらないということがあり得るわけです。ですから、自分の愛の第一言語と、相手ですね、パートナーの、愛の第一言語を知って、その相手が、奥さん、旦那さんが愛情を感じる形で、こちらも愛情を表現するということが非常に重要になってきます。愛の5つの言語というのは、次の通りです。1つ目、感謝励ましの言葉。2つ目、一緒に過ごす時間。3つ目、奉仕。何かしてあげること。4つ目、スキンシップ、体の触れ合い。5つ目、プレゼント、贈り物です。これら一つ一つが、愛の違う言語なんですね。同じように、相手を大切に思っているということを表現しているわけなんですが、違った形のチャンネルというか、違った形の、伝え方になるということです。で、今回のじゃおさらいをしたいと思います。人にはそれぞれ違う、愛を感じる愛情表現があり、それを、愛の5つの言語という5つに分けることができます。その5つの言語とは、感謝、励ましの言葉、一緒に過ごす時間、奉仕、スキンシップ、プレゼントです。それでは、ここで、皆さんに、あなたに、質問したいと思います。あなたの愛の第一言語、あなたが一番やってもらって嬉しいと感じることは何でしょうか？2つ目の質問です。あなたの奥さん、あなたの旦那さんの愛の第一言語は何でしょうか？考えてみていただきたいと思います。それでは次回は、私の家族の例をとって、愛の、5つの言語というのは具体的にどういうことなのかというのを、大まかに見てみたいと思います。どうもありがとうございました。